はい、テキストの方は「気運の気気分の気」と書いてあります。はい、またじゃあこの空間を全体を見回してみましょうね。見ましょうね。はい。この空間にはいろいろ,いろなものがあります。 いいろろなものがあります、ね、でこの空間にあるものをいろいろなものいろいろな人と捉えるのではなく大きく3つに分けて考えると3種類に分けて考えると今言った通りこの空間にはもの机もものだしペットボトルもものだし、ね、ノート鉛筆ももの。 だから物があります。そして皆さんは人です。だから物と人がこの空間の中にはいるんですね。であともう一つあるのは木です。ね。まあ一番分かりやすく言ったら雰囲気の木。だから空間には何がありますか3種類に分けてくださいって山下が質問したら物と人と木と答えればいいですね。 はいじゃあもう一度この空間全体を見回してそして感じて今どんな雰囲気ここはじゃあこう言えば分かるかな一番最初に入ってきた時の雰囲気とまあ時間が1時間以上2時間近く経った雰囲気とど,どんなふうに違うねそうだね最初は緊張した雰囲気だったよね。でも今は和やかになった つまり雰囲気が時間の経過とともに変わっているわけですどうして変わったなぜ変わった変わった理由を考えてじゃあ4人で考えましょう変わった理由はいよろしいですか気が変わったっていうのはね皆さん実感していますよねでもここに入ってくるとき一体今日は何があるんだろうどんな人がいるんだろうね。山下のことも知らないしとかね 集まる人ももっと知らないしっていうそんな不安な気持ちで入ってきたいろんな構えを持ってきたところが今は和やかになったそれは知らなかった人が知り合いになったからつまり関係がなかった人他人が知人になったで知人から今度お友達になっていくわけだよねそのプロセスをたどったから。 つまり、言い換えるならば、関係性が構築できたから、雰囲気が変わる。その思いで、おうちのもの、振り返ってみて。関係性が終わってるということは、家の中には他人しかいない。だから、知らないおじさんしかいないでしょって山下に言われるんだよね。かつては知ってたけど、家の中のものはもう知らないおじさんでしょ知らないおじさんばっかりいる。 ところで、どんな雰囲気なのはい、じゃ書き出そう。家の中の雰囲気。私の住まいという字を書いて、その周りにどんな雰囲気か書き出せる限り書き出してみましょう。はい、時間を取ります。はい、よろしいですか。ご自身の住まいの現状認識ができましたか。はい。 かなり深刻かいやいやその深刻から脱出してるかとね大きく分けますが、まあ、そこに書き出したことね残念な部分とそうじゃない喜ばしい部分と2つとあると思いますが残念な部分が多い空間を断捨離では不機嫌空間というわけで快適だっていうならばそれはご機嫌空間と言いう場所ね、はい、でご機嫌空間ってどういう空間っていったら具体的に健康で安全 安全な空間安心で元気な空間そして開放感と爽快感に満ちた空間空間ですはいその逆は不機嫌空間はまず安全じゃないでしょう落下の危険 <laughs> そうだよね落下の危険つまずきの危険、ね、健康でもないよね埃がたまり <laughs> ということはダニカビンがたまってるってことだよ全然健康じゃないよね まして爽快感か空間のその逆だよねもう閉塞空間実測空間まあご機嫌か不機嫌かということなんだけどそれを体で言ったらね呼吸がちゃんとできる空間かそうじゃないかってこと呼吸空間かどうかこの空間にいるとため息しか出ないんですこの空間にいると息が詰まるんです。 いいいやいや息苦しいんですそしたらもう運気の話じゃなくて精子の問題ですよ。だから呼吸空間にしてで呼吸っていうのは吸って吐いてだから入れて出してだから吸い込んで吐き出してだから。逆に言うと入れないっていうのもねアウトだよね。ミニマリストじゃないから断捨離はミニマズリズムでもないから取り入れてそれを生かして 不要になったら出す出すから取り入れるまさに吐き出すから取り入れるというその動きのあるメカニズムを重空間に実現し,しようとしているわけ。ということは何もかも立って入れないっていうのもアウトだし入れたものは全部何,ら何とかして取っとくっていうのもアウトだということ。だから収納ではないしミニマリズムでもないよと言ってるわけです。 その時その場での自分にとっての最適なものを取り入れ、選び抜いて取り入れ、その時その場の自分の空間で自分にとって最適なものを選び残し、それ以外は手放す。その繰り返し。一つとして時間が止まることはないです。しまっておしまいはないんです。しまったものとの関係もね、 変わっていく。いきますよね。よくね、思い出のあるものは捨てられません。っておっしゃいますね。で、それは。思い出があるという関係があるなら、取っとけばいいわけよね。でも、ずっと取っとかなくて、大した思い出もないやみたいになる。ね。こともあるわけだから、定期的に点検しなくちゃいけないね。関係性は常に変わる。はい、そして、もう一度考えてみましょう。今、残念な不機嫌空間。 だとね総じて判定ができたあるいは喜ばしい語源、ね、空間だとはん判定ができたご機空間となった要因不機嫌空間となった要因は何そうまず物との関係性どういう関係なのかそしてもう一つ そのののの空間の中の人との関係自分と人との関係まあ家族だね同居家族との関係同居家族との関係がため息が出る関係なのか息詰まる関係なのか息苦しい関係なのかそれも大きく関係するよね。でも物との関係が残念だったら空間全体も残念だから人間関係も残念なものにしやすい。 ちょっとしたいさかいが修復不可能な雰囲気が漂う。でもご機嫌空間だったら、いさかいをしたとしても、修復は早い。わかりますね行き詰まる空間は、行き詰まる人間関係。空間も呼吸で表現することができるし、人間関係も呼吸で表現することができます。だとしたら、まず空間を呼吸空間にする。 繰り返し聞きましょう満員電車に乗りました、はああすがすがしいな深呼吸が自然にできるなっていう人いるいないよね残念ながらね満員電車ならわかるよねでもうちに帰ったらそのうちは物で満員なのしかも物のありさんは違うよね 整然と満員なのかこれが収納整然とした体積なのかぐちゃぐちゃな体積なのか差はあるよねあるけれどでももので満員であるってことには変わりないものの居場所は一生懸命作ってきたけどその結果自分の空間をどん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 狭めたそんなことをしてき来なかっただろうか もうここから収納の悪口を延々と言いたいぐらいなんだけどでも収納が悪いんじゃないそこに気が付かなかったまあ私たちねだって片付けイコール収めることって思い込んできたから DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は どうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございますご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報はここからゲットしてくださいね